誰か来るんですか。そうなんです。この前にいた人じゃなくてですか。うん、じゃなくて、いつも相方でパーソナリティしてくれてるせいやくんが今ちょっとこっちに向かってます。今度舞台があって、その稽古が5時前ぐらいまであったので。あ、そうなんですか。向かってます。初ラジオだ。初ラジオ。しらす使ってほしいっすよ。しらすじゃん。暑いっすね。西日がめっちゃ暑いんですよ、ここ。この時間帯だからですね。きついっすよね。この前全然お話できなかったですよね。ね、すみません。いえいえ、遠いとこ見たんです。もう超汗臭いまま最初言っちゃったからね、僕が。ん？超汗臭いまま最初言っちゃったからね。今日はチャリで来てないんですか。今日チャリじゃない、今日は来てない。チャリでさっそうと現れたんですか。それが良かったっすね。次やったらそうしましょう。そうしましょう。ちょっとね、店長もね、一緒に出てもらって。そうまさかのですよ。そうですよ。店長の話もいろいろ聞きたかったんですね。世界旅してね。ね、CM 中なので、CM 開けたらお願いします、ね。はい。はい。発声練習しなくて大丈夫。今日なんか中学生のレッスンみたいで。あ、そうなんですか。うん、このショップのユニゾンのショップの方なんですか、うん、今の人。あ、ショップの方じゃないです。あ、このフラワーの、そう、ピースを作られてる方で、デザイナーさんの、この1ヶ月間その方の展示会を。あ、この人、森優子さん。もうすぐ始まります。はい。サボさん、西日がやばいね。ありがとうございます。もう私真っ白になってるから。あ、これに映ってんすか。そうです。どれどれ、あれ、え、あ、これめっちゃ西日半端ない。時刻は午後5時30分を回ったところです。この時間は 79.7MHz FM のハンガリーサザンブリーズをお届けしております。さて、2組目のゲストさんをお招きしてお送りしたいと思います。では自己紹介でお願いします。はい、はじめまして、宜野湾市の伊佐で美容師をやってるファンタスという美容室で働いてるくしびきと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。くしびきゆうやさん、はい、ね、はい、今日はですね、ファンタスさんから何名かお越しいただけるっていうことだったんですけども。そうなんですよ。店長胃腸炎です。胃腸炎、はい。さっき急にメール来てね。そうなんですよね。いや、びっくりですよ。びっくりですよ。心配して朝、うん、見に行ったら、はい、寝てました。寝てました。もう死んでました。はい、さっさと病院行けと。本当ですね。胃腸炎って言われたみたいですよ。大丈夫でしょうか、ね、今聞いてるかな、うん、ね、お店の方は大丈夫ですか。大丈夫です。今女性スタッフに、はい、いい匂いを出しながらね、僕がいないからやっぱいい匂いになるんで、お店がその分。いい匂いを出しながら。女性の方が。面白い。営業しています、今日も。はい、美容師さんということでね。はい。はい、実はこの前ね、普天間ナイトのね、はい、飲み会で。一緒で。はい、一緒で。はい。もうぜひ遊びに来てくださいということで。そうなんですね。はい、その時ね、ちょっとあまりお話できなかったんですけどね。そうですね。ちょっと僕ね、汗臭くやっちゃったんでね。チャリンコで。そう、なんとチャリンコで来てたっていうことで、吉川から、吉川から、吉川から何分かかるんですか。50分くらいですかね。結構ですね。はい。チャリでよく出かけたりするんですか。そう、ちょいちょいですね。なんか最近、子供が生まれたりとかがあったんで、そういうので、車1台しかないからちょっと活用しようかなと思って。うん、
めっちゃ偉いですね。いや使えてないですけどね、全然全然使えてないですけど、なんとか。ゆうやさんって出身どこですか？僕千葉なんですよ、千葉から。千葉から、はい、2年前に、去年、一昨年の5月からですね、沖縄で、に移住してきました、はい、あ、そうなんですか、どんなきっかけだったんですか？なんかうちの今のオーナーさんが、なんか今借りてるところのね、別の、はい、隣居酒屋さんなんですけど、はい、そこのオーナーさんだった方に、うん、ちょっと場所余ってるから美容室出さないかみたいな話をもらったらしくて、はい、でもうそしたらその直後くらいになんか電話が来たっぽいんですよね、で美容室出すけど行かないみたいなこと。話が早い。そうっす、かっこよく言えばヘッドハンティングくらって、で二言返事で、あ、いいですね、行きましょうねって言って、それで来ちゃいました。そうなんですか。はい、店長は？店長はね、そのね、2ヶ月、僕の方が先なんですよ、来たのが。2ヶ月後かな、7月にニュージーランドにその時いたんですけど、ニュージーランドから沖縄に到着、着陸しました。着陸して、沖縄に着陸して、ファンタスに、はい、そうですね、無事フライトが完了して、ファンタスというところで今は働いてます、店長やってもらってます。ファンタスの方みんな面白いですよね。なんかキャラが立ってる。そうですね。ね、社長がすごい。社長どんな方ですか？いや、変態ですね。一言で言えば本当に。変態。はい。だから変態が集まっちゃったんでしょうね。変態って言うとなんか違う意味に取られますよ。あ、そうですね。そうですね。どういう方だっていうと。面白い方ですね。もう本当に。面白い方。本当に面白い方。笑いを常にも考えてるので。面白ければいいでしょうみたいな。いいですね、はい、真面目にね、働いたってつまんないよねみたいな。楽しく、働いてお金稼げれば一番いいよねっていう方なので、そこに惚れて僕ら今いるスタッフ4人なんですけど、はい、が一緒に働いてる感じですかね。スタッフさんみんな面白いですもんね。なんか今シンコとかもね。そうね、シンコちゃんめっちゃ面白かったです。ぶっ飛んでました。ぶっ飛んでます。今あのお店でおすすめ、おすすめ、これ一押しですっていう。これ一押しですは、でもニュースタッフのさきかな。さきちゃん、うん、もうこれっていうかもうさきですね。新しくね、いつからだっけかな、あれ7月からかな。あ、先月。そうそう、先月から入ってきてくれて、はい、でなんかもう本当になんかきっかけはみたいな、いやなんかいいと思ったんで来ちゃいましたくらいな、本当になんか僕が沖縄に来た時と同じようなノリでファンタスに入ってきてくれてるんで。いいですね、ノリで。そうなんですよ、若いんでね、しかもまだ、ね、若いですね、はい、27歳かな確か、なんで、まあ、ちょっとね、おすすめのスタッフですね。おすすめスタッフ、うん、さきさん、さきさん。あとは一回じゃあちょっとしらすのこと。ああ、そうですね。ね、しらすってなんだろうと思った。しらすってなんだろうっすよね。しらすってね、稚魚じゃなくてね。稚魚じゃなくて、ね。稚魚じゃなくて、そうなんです。うちの T58 っていうね、パークがあって。何ですか、そこにね、うちの美容室ファンタスと、はい、あと月の花っていう居酒屋さんがあって、はい、さらにその奥にね、スケボーパークがある。一つの建物の中に、美容室とスケボーパークと、めっちゃ面白そう。そう、居酒屋さんがあるんですけど、そこでひっそり飼ってた猫がいたんですけど、そう、それがね、昨日の朝かな、昨日の朝にちょっとね、いなくなっちゃってて、で真っ白な猫なのでシラスって言うんですけど、はい、あ、それで、シラスちゃん。そうなんです、シラスちゃん。猫だけどシラス。そう、猫だけどシラス。食べられる方ではなくてね。なくてね。そうそうそう、シラスちゃんがいなくなっちゃったんです。そう、いなくなっちゃったんですよ。で、なんかね、どんな猫ちゃんですか？盲目なんですよ。両目とも見えてなくて、片目はもうない、なくてっていう状態で、じゃあ自分がどこにいるか分かんないかもしれない。そうなんですよね、だから心配ですね。なかなかこう出てくるような子じゃない、そんな遠くには行ってないかなと思うんですけど、この宜野湾市内とかね、茶壇とかでもしね、見かけた人がいたら、ファンタスなり月の花なりにちょっとご一報いただければなと、はい、真っ白ですか？真っ白です。何歳ぐらいですか？1歳みたいです。そうなんですね。はい、だから、まだ若い猫。そう、すごい若い猫なので、はい、真っ白の若い猫だったら多分すぐ分かるかもしれないよね。もし見た方が。大きさはもう大きく成人してるんですか？
そうです、まあ、よりかはちょっとちっちゃいかなくらい、子猫ほどではないですけど、うんうんうん、ちょっと細身な感じかな。細身の、はいはい、ぜひぜひシラスちゃん、はい、真っ白い猫、はい、見かけた方はご一報ください。シラス待ってます、よろしくお願いします。で、動物つながりなんですけど、はい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 、なんかね、美容室に犬がいたりするって聞いたんですけど、はい、知ってますね、はい、そうなんですよ、僕前飼ってたんですよ、はい、はい、ちょっとあの亡くなっちゃったんですけど、でもそれまで、はい、あの看板犬として、何犬ですか。キャバリア。キャバリア、そうそうそう、それは実家の犬だ違う昔実家、ね、ジャックラッセルテリア。ジャックラッセルテリア、分かる人は、覚えてる人は覚えてるかな、あのマスクっていう映画に出てきたあのちょっとキャンキャン、そう、あのちっちゃい、めっちゃ可愛い、そう、あの子を飼ってて、はい、で そ, うそれで、妻もね一緒に働いてもらったりとかしてたんで、別のところで、うん、なので、うん、あの面倒を見るのもあって、うん、看板犬としてちょっとこうあのお店に来てもらって、お客さんを癒してもらって、誰よりもそう、誰よりも売り上げ上げてたんじゃないかなちょっと本当ですね、はい、で今はそれこそさきの、うちのスタッフのさきちゃんのゴールデンを飼ってて、はい、でかいんですけど。ゴールデンもいるんですか。たまに。あ、でもまだまだ1回くらいかな。たまに一緒に出社してくるみたいな感じ。そうですね。まだ1回なんですけど、まあ暇な時に、はい、来て、お店の中でくつろいでもらったんですけど。そう、でもね、犬好きな人とか、うん、もうぜひぜひ来てほしいですね。ワンちゃん全然 OK なんで。ワンちゃんウェルカムなんですか。ワンちゃんウェルカムです。めっちゃ自由ですね。めっちゃ自由です。もう誰でも OK なんで。誰でも OK です。誰でも来てください。本当に。そして待ち時間に、なんとあれが食べられる。何でも知ってますね。言ってください。どんどん出してくださいよ。今ね、夏限定で、はい、かき氷をちょっと出してます。なんとかき氷が美容室で食べられる。美容室でかき氷出しちゃった。これ誰が始めようって言ったんですか。僕って言いたいんですけど。千葉にもね、ちょっと店舗があって、はい、そこの人が、僕がたまたま毎朝書いてるあの黒板があるんですけど、うんうん、はい、それに、かき氷も冷やし中華もないけど、うん、ヘッドスパやってますよっていう黒板を書いたらなるほど、そしたらそっち の, 千葉のスタッフの人が、いや、かき氷やっちゃうよみたいな、そう、なんかコメントを、そう、コメント来たから、あ、じゃあやっちゃうっつってノリで、もう流れで、そっから、はい、もう流れでやっちゃったんですね。で、社長にもそこ連絡して、かき氷機買ってきますっつってもうかき氷始めましたっつって、ね、そうっす、もうだからもう毎日のように出てますね。すごい美味しいです。もうこの時期にぴったり、ぴったりです。もう本当に、しかも沖縄の夏長いですからね。長いっす、はい、暑いっす、暑いです。はい、もう千葉から来てどうでした。1年目めっちゃ暑いと思いませんでした。あの湿度、あ、そう、湿度、湿度はやばかったっすね。びっくりしますよね。暑さもなんかすごかったですけど、一番は湿度でしたね。なんかそこが一番びっくりしたかな。私も大阪からなんで。あ、そうなんですね。この前ね、本当に全然お話できなかったから。そうですね。そう、湿度なんですけど、あの除湿機の 3.5 リットルのやつを1日回してたら、はいはいはい、夕方ぐらいにピーピーピー、わかります。もう帰ったら赤いランプついてるんですよね。そうそうそう、1回じゃもう収まりきらないぐらいの湿気。いや、ほんとそうですよ。これエコに使えないかな、この水って思うくらい出ますもん ね。すごいですよね。本当に植木に水やってます、それで。あ、その水 を, その水をエコじゃないですか、再利用ですね。エコやってますよ。さすがだな、ちょっとうちもそれ真似しようじゃすごい。で、そういえばですね、うん、昨日、はい、なんかたまたまこうセミナーで気温とかの話になって、はい、で、そしたら沖縄ってやっぱ本当にすごいらしいんですね。気温、うん、年間と、うん、その紫外線か、紫外線の危なさ、紫外線はきついですから、うん、すごいみたいですね。そうなんですよ。他のところのなんか何倍以上もすごいみたいで、絶対そうだと思います。ひしひし感じますよ。強いですよね。強いです。主張半端ないですよね。あ、なんか明るいなとかじゃないですもんね。そうなんですよ。存在感が半端ない。この間の、うちの親が大阪からこっちに来た時に、はいはい、なんか黒いぞ、なんか黒いぞって言うんですよ。何がかと思ったら、
自分の影が黒いんですって。あー、え、影？影が大阪にいるより濃いって言うんですよ。なるほど、そこ気づかなかったですね。そこ気づかなかったけど、確かに確かにそうですね。昼間、もう12時とかね、1時とかの日中見てください、影が濃いんです。わかりました。じゃあもう影に注目しながら歩きましょうね。ずっと下向いて歩いてたら、そうですね、どこかぶつかるかもしれないんで、スマホ状態、ながらスマホ的なね、ながらスマホ的なね、感じになったら危ない。それだけは気をつけてもらって。そうですよ。で、しぶりむさんからコメントいただいてます、はい。優しいねっていうのは猫の話かな。あ、ね、ありがとうございます。はい、見つかったらいいですね。ありがとうございます。本当早く見つかってほしいです、本当に。旦那さんのお茶に使われていなくてよかったって。水のことですか。旦那さんのお茶に使われてなくて。あ、そうっすね。再利用、それね、確かに再利用できるな。じゃあ旦那さんの、はい、お茶に、じゃあそうですね、そうですね、使ってるかもしれない。怖っ。俺が飲んでるの大丈夫かな。奥さん使ってるかもしれない。ありえるな。奥さんはこっちの方ですか。奥さんも千葉なんですよ。千葉から一緒に。そうなんですね、はい、一緒に来て。そうなんですよ。もう本当結婚して、結婚して1年くらいで本当に連れてきちゃったんで、うん、って周りの人から言われるし、はい、周りの人からも、いや奥さんすごいねって本当言われるんですけど、あ、もう本当そこですね。そこですね。私もでもよく言われます。ついてきた方ですか。はい、そうです。ああ、そうですね。はい、なんとかね、慣れましたけども。頭上がんないですもん、本当に。え、どれくらいなんですか、大きいの。1年半ぐらいです。すごい。ゆうさんの方が先輩です。いやいや、半年だけ。半年だけ先輩。そうなんですね、すごいですね。なんか沖縄来てカルチャーショックとかありませんでした。季節、四季がちょっとこう弱いかなって、弱い、はい、春夏秋冬がちょっとこう、はい、もうちょっと感じたいなっていうのはないですね。はい、あの2月に桜は求めてない。びっくりしました。びっくりしましたよね、あれね。ピンクの濃いね、そう桜なんですけど、2月なんですよ。1月2月なんですよ。ね、先輩がね、あの扇風機を12月に直して、で今年初めて扇風機使ったの1月って言ってました。1月、はい、1月に扇風機使わないですからね、そもそも ね、基本はね、季節があんまりないんで。そうですね、いつでも半袖で大丈夫ですもんね。そうなんですよね、半袖で ね、1月2月でも別になんか半袖にちょっとカーディガンの、ね、そうですよね、うん、そんな感じです。一番その時期が気持ちいいかもしれないですね、うん、旅行とかもね、ちょうどいいかもしれない。台風もないですし、そう、去年ね、台風あんまり来てないじゃないですか。そうなんですよ、来なかったんですよ。でも一昨年もあんま来てないんですよ。あ、そうなんですか。そう、なんか、じゃあ、まあ、あのすごい台風はまだ会ってないんですか。あ、ほんとね、1個だけあって、ほんと僕が来た年の6月とか7月かな。早い。そう、早めのやつだったんですけど、もうすこぶる怖いですよ、こっちの台風。まだ会ったことがないから。いや、怖かったですね、あれは。な、もう関東とか、まあ、僕千葉なんで関東なんですけど、はい、関東とかじゃ体験できない、うん、あの揺れ、揺れます。揺れます。家が揺れるんですよ。アパート住んでたんですけど、アパート揺れてますからね。地震みたいな。もう本当そうですね。で、窓とかカタ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 ってなってるし、うん、その窓とか水、雨か、うんうんうん、雨がもうバーって出ていて、てタオル詰めて、やばい。そう、あの対策して。なぜかその時僕風邪ひいたんですよね。タイミング、メンタル最悪です。最悪ですね。最悪でした。風邪ひいてる時にもだいぶ起きちゃって、しかもその時妻が帰省してたんで、一人で、もう一人で超寂しかったです。まだその時犬もいなかったんで、一人で超寂しくて心細くて、めっちゃ心細いじゃないですか。めっちゃ心細かったですね。一人でそれくらいですね。あとは台風なんか少ないみたいですね、最近。そうなんです、ね、私が来てしまったので、超晴れ女なんですよ。サンゴ死んじゃいますよ、でも。ああ、それ ね、それが心配なんです、ね、今年も5号がね、もう本当に行っちゃって。 それこそね、ま、なんかサンゴのあるとこじゃないと知り得ない情報ですよね、うん、台風とかが来ないとサンゴが死んじゃう。そう、去年初めて知りました、ね、僕もそうです、本当に。かかして死んじゃうんだと思って、うん、来てくれ
困る。来ないと困る。ね、来たら来たでちょっとね困るところもあるんですけどね。うん、あるんですけど、でもやっぱりあの建物が頑丈に作られてるから、うん、あの家とかマンションの隙間ありません、うん、絶対ベランダに。はいはいはい。あれって内地だとなんかそういうの、うん、考えられますね。ね、風のあれなんですかね。うん、家道が作られてて。そう。すごいな。水のタンクがあったり。ああそうそうそう、貯水タンクね。貯水タンクが絶対ありますよね。絶対あるんで、そうです、そういうとこがびっくりしましたね。びっくりしますよね。うん、あと本当にやっぱ沖縄タイムあるんだなっていうの。あります、うん、お客さんは沖縄の方ばっかりですか。あ、でも半々まではいかないけど、でも結構あの移住されてる方とかお仕事で来られてる方とか多いですね、うちは。へ、うん、沖縄タイム感じるときはどんな、まあ、どっか行った時とかもそうだし、どっかこうお店に入った時とかでもそうなんですけど、うん、はい、あの全然オーダーしに来てくれないのか、例えばね。あるある、あれーみたいな、いるけどなーみたいなのとか、そう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 、そういう時に結構感じるから、それこそね、多分最初の会った時の飲みの時とかも、はい、ね、そうですね、なんか、あれあれみたいな。もう時間かかる。そうそうそう、あ、それこそ飲み会 の集合時間が大体1時間後から、ね、1時間半ぐらいです。はい、そうですよね。そうですね、全員集まるのが1時間半以上かかってから。そうですね、僕ももうそこ馴染んで遅れていきますもんね、普通に。申し訳なくもなく、もう全然さーっと行っちゃいますね。本当ですよ、集合時間。すぐそこ集まっちゃいましたね。うん、割とそういうところにすぐ慣れるタイプですか。そうですね、基本的には慣れますね、うん、内な口はまだ全然わからないです、2年いても。あ、やっぱり、はい、全然わからないです、わかんないです、難しいんですよ、難しいですね、すごく難しいです。え、お客さんですごい内な口の方とかいます。あ、でも気遣ってくれてますね。あ、はい、がっつり標準語なんで、はい、だからお客さんも気遣ってもらって、はい、あの標準語で喋ってくれようとしてますね。優しいですよね、そういうところが。沖縄の方すごいこっちに合わせて、そうなんです、ね、お話ししてくださるのでとってもありがたいです。で、あの私もこういう仕事してるとメールがね、うちのうちで届いたりとかして、はい、あ、初め全然分かんなかったんですよ。そうですよね、うん、ただもう1年ぐらいやってるのでね、さすが。だいぶ僕より先輩です。だいぶね、ヒアリングはもう英語みたいな。イングリッシュ的な感じですか。英語的な感じで。で、ちょっとですね、今せいやくんから連絡があって、めっちゃギリギリになりそうだということなので、はい、はい、待ってます。はい、じゃあゆうやさんにね、ちょっとまだまだちょっとお付き合いをいただきたいと思います。ここでメールが来てるので紹介したいと思います、はい、ラジオネームなんだこれ、なんて読むんでしょう、なんとか、なんとかのマスターさん、読めない。ちょっとそうですね、漢字も苦手です、はい。高校生に戻れたらですが、高校生の時パソコン部に入ってました。文化祭に向けて無料のシューティングゲームを作りました。すごいパソコンで、絶対に誰もクリアできないようにしたく、作った僕たちもクリアできないゲームになっちゃいました。なのでほどほどな人数がクリアできるゲームをあのメンバーでまた戻ったら作りたいですということで、すごいですね、メールいただきました、マスターさんから。すごいっすね、ありがとうございます。シューティングゲームって作れるんですね。作れるんですね。すごいですね。なんか新たに作ってほしくないですか。なんかね。ね、ちょっと私たち登場人物にしてもらって。嬉しいですね。ぜひ作ってください。すごい。そしてファンタスでゲームできるようにしてください。あ、ぜひぜひ。ありがとうございます。今日のメールテーマはフリーなので、ぜひぜひいろんなメール待ってます。スーケスもコメントありがとうございます。サボさん、西日がやばいねということで、そうなんです。この時間。ビーチから放送しておりますが、西日が入ってくる時間帯なので暑いです。画面見慣れてる方はもう真っ白になっちゃって誰かわかんないぐらいの感じになってますが、はい、今日はファンタスのゆうやさんにゲストでね、お越しいただいております。今日はせいやくんが来るまでちょっといろいろとトークをしていきたいんですが、はい、
さてファンタスの話に戻しますと、はい、ファンタスは伊佐のどのあたりにあるんですか？伊佐の58号線沿いになるんですけど、本当伊佐の交差点の近くですね、はい、交差点の近く那覇向け方向に、はい、那覇向け方向のその車線の側ですね、側ですね、方向側ですね、はい、近くにイトムクリニックっていう小児科があったりとか、うん、もうそれの 2軒隣とかなんですけど、もう本当にあの伊佐交差点の近くなので、はい、はいはい、なんか分かりやすく看板出てたりします。看板、はい、ね、お店の前にね、大きなかっこいい車が止まってます。車がファンタスって書いてます。ファンタスってそれまだ書いてないです。あ、書いてない。これからちょっとぜひ書いてください、はい、でもすごい目立つ車なので、はい、すぐ分かると思います。でその上に一応ファンタスって名前の店名があるんですけど、はい、その車を目印に、あと壁が水色に塗ってあるので、はい、それを目印にしていただければぜひぜひ皆さんの髪の毛をきれいにさせてほしいです。ゆうさんの指名とかできるんですか？もちろんです。ぜひぜひ、はい、僕はもうカットが一番得意なんで、はい、カットで悩みとかあるし、僕もね、これ今、うん、これツイキャスでしたっけ？はい、ツイキャス。ツイキャス見てくれてる人はなんとなく見えるかもしれない。これ僕、これ地毛なんですよ、テンパーで。すごい、はい、もうアフロみたいな。くるくるで。くるくるなんですよ。すごいおしゃれですけど。そうなんですよ。地毛なんですか？地毛なんですよ。そう。おしゃれに見せてます、頑張って。でもテンパーの人がすごい相談しやすいかも。そうですね、だから美容師さんがいたら多いです。僕のお客さんですごく髪の癖が多い人で、でもあんま宿毛矯正の極力したくないとかっていう人は結構多くて、ありがたいですね。それのバッチリ合わせて、そういう方はぜひ、はい、ゆうやさんに、はい、相談してください。ぜひぜひ、はい、予約先の電話番号とかありますか？はい、電話番号言っちゃっても大丈夫ですか？098-988-0738 です。はい、はい、皆さんメモしましたか？はい、はい、ぜひ予約をしてご来店ください。ぜひぜひ、ホットペッパービューティーの方からでも、はい、ネット予約できたりするので、はい、こちらから検索いただけても嬉しいです。はい、ファンタスで検索していただければ、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。最後にもうそろそろ時間なので、はい、リスナーさんにメッセージをお願いします。はい、なんですかね、まあ、僕らは美容師なので美容師的なことを、はい、になっちゃうと思うんですけど、はい、ね、今すごい派手なカラーとかもすごく流行ってたりするんですけども、それも結構うちのスタッフみんな得意で、うん、それですごい来ていただいてる方も多かったりとか、そうなので結構ね、若い子にも人気だし、はい、おばさま、はい、お姉さん、お姉さま方とかにもすごい人気で来ていただいてる。あと30秒です。あ、成果が来た。ファンタスに来てみて、一回綺麗になってみてください。はい、来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。成果が到着したんですけれども、あと20秒でそうなんです。皆さん、ありがとうございます。汗だくです。はい、成果の舞台の方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。2日3日です。はい、それでは今日のお相手は FM ギノアメグとせいやでした。成果です。どうもありがとうございました。くしびきでファンタスのくしびきです。はい、でした。めっちゃ混んでて、もうバスが。そうなんだ。もうすいません、すいません。いやいや、僕は全然何も。ありがとうございます。またね、店長と一緒に来てください。ぜひ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 、面白い話は。あ、しもつ